こんにちは、モーリーです。本日1月31日、今日はインスピダブルスペア組むことになってました小泉さんです。はい、よろしくお願いします。そして初戦対戦相手、はい、中山です。はい、西村と申します。お願いします。お願いします。やばいね、見るからにうまそうな人たちですよね。やばいですね。こういうとこ来ちゃいけないんですよ。よくない、よくない。
栄光を叩いて優勝、宮澤盛男出場、男子ダブルス中級から中上級、中山幸輝殿、西村智弘殿、あなたは本大会において当初の通り優勝成績を収めましたので、そのことでございます。2024年1月31日、インスピテニスクラブ代表、増田義彦、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あのほぼ8割パートナーのおかげで勝てたと思ってます。本当ありがとうございました。これからも精進します。よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。うまいんだもん。よっしゃ。はい、というわけで終わってしまいました。結果としましては、こちらの通りです。いや、今日はなんかね、うまい人が多かったですね。なんかね、いや、皆さんご参加いただきましてありがとうございました。参加いただいてね、こんなこと言うのもあれなんですけどもね、なんか上手い人は来ないでほしいですよね。こうね、若者でガシガシやるような人はさ、こんなさ、ところに来ないでさねえっていう、ぜひ、まあ一応あれ中級からってなったんだっけ、中上級からだったっけ、なんですけども、まあね、まあ皆さんもちろん楽しくやってるんですけどもね、腕に自信がないという方もぜひ、はい、たくさん来ていただければ、来月もありますので嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。